はい、今日は2日目になりました。今の時刻は、はい、7時43分、アメリカでは7時43分です。それでは準備もできたので、行っていきたいと思います。今日の目的はカーズに乗ることです。じゃあねー。はい、アメリカ来ちゃいました。ついにディズニーランド到着。いや、すごい。見てこれ。すごい。外国の人ばっかり。今ね、入場してきて荷物検査してきたんですけど、昨日ね行った時に検問所通ることができなくて、あの自撮り棒がダメだったんですけど、今日は自撮り棒を持っていかなかったんですけど、うまく検問所を通ることができました。今すごい一番乗りたかったカーズのアトラクション乗ったんですけど、いやー規模がすごい。日本のディズニーランドすごく大好きなんですけど、アメリカにしかないその広いこう土地を生かしてやってるっていうのがすごいなと思いました。ちょっとねしばらくね楽しみたいと思います。白いご飯が食べたいんだけど、基本的にハンバーガーがすごい多いなって印象です。さすがアメリカって感じ。すごくないこれ、見えるかな、ほらこの広さよ、眩しい。それでは引き続き楽しみに行っていきたいと思います。次ね、オッケー。さっきあの赤くて青いあそこでファストパスのチケット取れたんですけど、もう終わってます。ですが今日1枚も取ってあるので、また後で2回目乗っていきたいと思います。みんなにカーズの雰囲気を見せるためにこんな感じです。うわすごい、うおーうおー、あはジェットコースター大きい。あれジェットコースターやってない？はい、すげえ。今ミスターインクレディブルのジェットコースター乗ってきたんですけど、すごい。富士急ハイランドにある富士山のジェットコースターに似てるんだけど、アニメのストーリーに沿ってた音楽も乗ってる時に流れてきてすごい良かった。今日あのジェットコースターすごかった。うわすごい、めちゃくちゃやってますね。いや今日いい天気で本当に良かった。後ろに映ってるジェットコースターはマジでやばい、本当にすごい。今から、この後ろにあるアリエル、アリエル映すのが難しい。
映ってんのかな、わかんない。アリエル乗っていきたいと思います。じゃあね。これがグリズリーリバーランです。すごいからみんなに見てほしい一回。ほら水がいっぱい見えるでしょ。見て、あの上に吹いてるやつすごくない？ちょっとここで見てみましょう。来るかな。あ、来た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 。あれ違うか。あれ違うな。あ、来たな。来た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 。すごい。わお。だいたいあそこのちょっと見えるかな、あそこで落ちてきて矢印書くね。あそこで落ちてきて回って指入っちゃった。そう、落ちてきた人がここに来るって感じですか。それまでも結構この円盤の形した乗り物、途中途中落ちる場面が何度もあるんだけど、最後はあそこで落ちるという感じになってます。はい、グリズリーリバーラン今乗ってきた、乗ってきました。びしょ濡れになりました。だけどバッグだけは守ろうと必死に頑張りました。見てください、このびしょ濡れなズボン。みんなも一緒にびしょ濡れになろうね。みんなもぜひ乗ってね。
本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。